本日病院が開業いたします。新規オープン。準備できたロジャー。あれロジャーどこに行ったの？ロジャー笑えない。どこなんだよロジャー。この中にいるわけないか。ロジャー病院がオープンするよ。いい加減にして。何これは一体何事？ロジャーそこで何してるの？サム超緊張する。僕には無理だ。もう頑張ってよ。息を吸って吐いて。いい？患者さんが待ってるんだよ。幸運を祈る。頑張って。よし頑張る。あ、着いた。病院だわ。助けて。鎮痛が。お願いにゃー。クレームブリュレン。キャンディー。サム、サム、起きて、サム。何？どこ？ロジャーどうしたの？患者さん第一号だ。ご心配なく、今助けます。ちょっと診察しますね。エコー検査だ。猫ちゃん、準備はいい？落ち着いて。見て。八つ子の赤ちゃんだ。おめでとう。血圧を測りますね。おお、素晴らしい。健康的です。ドクター、点滴を持ってきました。よかった。ありがとうサムチン。どういたしまして。行きますよ。さ、点滴しますね。酸素マスクもつけてください。シーツをかけますよ。大丈夫です。任せてください。もうすぐお母さんですよ。わあ、かわいい赤ちゃん。一匹目の赤ちゃん、かわいいな。二匹目の赤ちゃんも出てきましたよ。わあ、この子もとてもかわいい。ここに入って。かわいい双子ちゃん。さて、次は誰？三匹目も誕生です。小さな子猫。お兄ちゃんたちと一緒に待ってて。そこに隠れているのは誰？見えたよ。いたずらっ子だね。こっちの子もかわいい。なんでこんなにかわいいんだろう。みんなかわいい。なんてこった。よくみんな入ってたね。でもね、サムチン。赤ちゃんはまだいるんだ。うお。よしよし、おしゃべりな子だ。あとちょっと。すごい、ハンサムな男の子。はい、どうぞ。ついに最後の一匹だ。とても愛らしい。8匹の子猫はすべて無事に届けられた。これを外しますよ。点滴も。そーっと。酸素マスクも忘れずに。ママ猫さん、早速赤ちゃんを抱っこできますか？はい、行きますよ。わあ、かわいい家族。幸せそう。おめでとう。赤ちゃんはお母さんそっくりですね。ありがとう。バイバイみんな。サム先生が病院を開いたって聞いたんだ。助けてくれるといいんだけど。痛いんや。どうされたんですか？頭が痛いんです。大丈夫ですからね。さて、必要な器具を揃えよう。体温測りますね。あ、熱がありますね。すぐに処置しますよ。必要なものが揃っててよかった。まず熱を下げましょう。これでよし。すぐに良くなりますからね。モニターもオン。それから、え、大変。頑張ってください。うわあ、ダメだ。待ってくれ。そう簡単に諦めない。あ、こっちを使おう。頑張れ。ああ、ドクターテレビマンを救急室に呼んで。緊急で来ましたロジャー先生。どうされたんですか？大丈夫ですよ。今助けます。全然痛くないですからね。ふう、先生ありがとう。この猫は大丈夫だと思います。そうだよね。うん、気分が良くなったわ。先生、助けてください。もちろんです。今ドアを開けますね。ありがとう。汚れだらけだ。こんにちは。どうされましたか？詳しく見てみよう。オッケー。ああ、オッケー。オッケー。なるほど。かわいそうに、のみでただれてる。のみ駆除の準備をしていこう。
救急箱もお忘れなく。まずはブラッシングから。お、気持ち悪い。先にお風呂に入りましょうか。これは後から。はい、これお風呂に入りましょうね。行きますよ。まず石鹸と水で顔を洗って汚れを洗い流しましょう。次はタオルで乾かしますね。汚れがたくさん、かわいそうに。スポンジもドロドロだ。よし、さっぱりしましたか。ではベッドに戻りますね。飲み取りスプレーです。ありがとうサムチン、ちょうど必要だったんだ。よし、では早速。どうなったかな。うえ、では飲みを取り除いていきますよ。たくさんいる。あっち結構いつ。終わった、良くなったね。飲みはもういない。次はコットンとピンセットを使うよ。残りの汚れはこれで落とそう。うん、いい感じだ。あ、綺麗になったね。気持ちいい。パーフェクト。もう大丈夫ですよ。さようなら。バイバイ。こんな病院の作り方を知りたい？それなら続きも見てね。まず鉛筆で下書きを書くよ。きちんとね。絵を描いてる間に材料の買い出しに行ってくる。レッツゴー。いろいろ揃ってる。わあ、天国だ。会計お願い。重い。お買い物大好き。今度はペンで鉛筆の線をなぞるよ。レッツゴー。よし、何色がいいかな。これだ、この色がちょうどいい。これで色を塗っていこう。建物を塗るためにはいろんな色が必要だね。まずは看板から。背景を塗っていこう。赤十字マークならすぐに病院だってわかるよね。次は字の部分も塗るよ。今度は窓枠だ。最後は窓ガラス。キラキラに輝かせよう。わあ、これはいい出来だ。見てよ。ただいま、いろいろ買ってきたよ。ありがとう、これが欲しかったんだ。サムチンがハイテク医療機器を買ってくれた。これもいいけど、患者の猫はどうしよう。どんな猫がいい？ピンクにしよう。一番好きな色だもん。ピンクの猫なんていないだろう。クリームブリュレっぽい色はどうかな。うん、今クリームブリュレって言った。落ち着いて、色の話だって。うん、色。そうだよ。よし、世界一可愛い猫を描こう。次はペンを使うよ。赤い猫にしよう。みんなどう思う？気に入ったら高評価をお願いね。完成。よし、切っていこう。できた。今度は増やすよ。わあ、すごい、猫が勢ぞろい。何してるんだよサム。うん、僕の。返して。お、今紙の薬に変身した。サム、どうやったんだよ。魔法使いは秘密を明かさない。じゃ、誰も見てない間に、うん、ついにこのお菓子は僕のもの。もっと薬が必要だな。よし、できたぞ。もっと器具を持ってきた。
ありがとうサムチン。あ、それもちょうだい。やったね。これで必要なものはすべて揃った。病院を開こう。やった。テレビマンが追いかけてくる。ほっといてよ。やだロジャー、お願い助けて。来た。大丈夫だって、ドクターテレビマンじゃん。それはよかった。疲れた。休暇が必要だ。悪いけど医者には休暇がないって。でも大丈夫、僕が代わりに休暇を取るから。みんな、この動画の高評価とチャンネル登録よろしくね。